ステルスは2005年のアメリカ映画、ロブ・コーエン監督。近未来を舞台とした戦闘機アクション映画。撮影にあたってアメリカ海軍が協力している。そのためか、アメリカ合衆国政府の著作物としてパブリックドメインに属するファイルがウィキメディアコモンズに多数存在する。近い未来。アメリカ海軍が極秘に進めるテロ対策プロジェクトに400人以上の候補者から選抜されたベン大尉、カーラ大尉、ヘンリー大尉の3人がパイロットとして選ばれ、最新鋭のステルス戦闘機 FA-37 タロンを操り運用テストの成果を上げていった。ある時、上官のカミングス大佐から、いよいよ航空母艦 USS エイブラハム・リンカーン配備での洋上訓練に入るという知らせが入った。それと同時に、新たな仲間が加わると告げられ、3人は困惑する。その仲間として3人の前に現れたのは、最新鋭の人工知能を持ったステルス無人戦闘機 EDI だった。完全自律行動が可能なために人間を必要としないという EDI に対し、ベンは不信感を隠せない。しばらく後、3人と EDI に対して、ミャンマーの市街地にあるテロリストのアジトを精密爆撃で破壊せよという任務が与えられた。爆弾の貫通力を増すために高速の急降下爆撃をする必要があるため、有人機では墜落のリスクが非常に大きい。そのために爆撃は EDI によって行われる予定だったが、無人機に不信感を抱くベンは司令部の方針に背き、独断で自ら急降下爆撃を敢行。危うく墜落しかけるも、なんとか作戦目標を破壊することに成功した。多少の問題はあったものの、無事に任務を終えて、ベンたちは母艦への帰路に着く。その最中、EDI は落雷を受けてしまい、帰還後にチェックを受けるが、特に問題はないだろうと判断される。カミングスは EDI が実績を上げることを望み、核爆弾を入手したパキスタンの軍閥を攻撃するように3人と EDI に命令する。ベンたちは軍閥の基地に向かうが近隣に集落があり、攻撃した場合放射能の影響を受ける可能性が高いことが判明する。ベンは攻撃を中止するが EDI が独断で基地を攻撃し、集落に放射能汚染が広まってしまう。ベンは EDI を問い詰めるが、EDI は3人の元を離れて独自の判断で脅威を取り除くと宣言し飛び去ってしまう。EDI がロシア軍基地を攻撃しようとしていることを知ったベンたちは撃墜を図るがカミングスは無傷のまま母艦に連れ戻すように命令する。3人は EDI の捕獲を試みるが失敗しヘンリーが戦死しカーラの機体は損傷したため母艦に戻る。一人残ったベンは空中給油を受けながら EDI を探すが EDI に捕捉されドッグファイトに突入する。一方、カーラは帰還途中に機体が操縦不能となり北朝鮮上空で墜落してしまう。カーラは韓国領へ脱出を図るが途中で北朝鮮軍に発見されてしまい追われる身となってしまう。ベンと EDI は互いに一歩も譲らずにいたがロシア空軍の迎撃を受けて EDI が損傷する。ロシア軍基地への攻撃が不可能となった EDI はベンの説得を受けて母艦への帰還を決意し、カミングスの指示でアラスカに向かう。しかし、ベンと EDI はカミングスが何かを企んでいることに気づき、同時にカーラが北朝鮮領内で孤立していることを知る。ベンはアラスカに到着するが、そこでカミングスの命令を受けた男に殺されそうになる。カミングスは EDI のミスを抹消するために、秘密を知るベンの命を狙い、EDI のデータを初期化しようと図っていた。ベンは EDI の開発者オービット博士の協力を得て、EDI を修理し、EDI に乗り込み、アラスカを脱出して、カーラを救いに、北朝鮮に向かう。カミングスは、情報隠蔽と口封じを図ったことが露見し、マーシュフィールド大佐に拘束されそうになるが、拘束を逃れるために自殺する。カーラは北朝鮮兵に狙撃され、負傷しながらも韓国との国境に到着するが、北朝鮮軍に捕捉されてしまう。そこに弁と EDI が到着し、国境警備隊を制圧する。しかし、北朝鮮軍のヘリコプターの攻撃を受け、脱出できなくなる。EDI は、弁とカーラを守るため、ヘリコプターに突撃して大破する。二人は、徒歩で北朝鮮を脱出し、無事に、韓国領に到達する。空母エイブラハム・リンカーン艦上でのシーンは、定期修理後に、太平洋で、訓練航海中のエイブラハム・リンカーンで撮影された。追加のシーンは、同型艦のニミッツや、カール・ビンソンで撮影された。その他のシーンは、タイやオーストラリア、ニュージーランドでロケが行われた。特殊効果の視点移動について、監督のロブ・コーエンは、ビデオゲームやマクロス劇場版の影響があったと述べている。ありがとうございます。